そうだよ。これ帽子、かわいいよ。すごい。すげー。朝も暑いね。今日も朝から暑い。行く、行きたい。朝から31度あります。暑いね。どこいるの？どこいるよ。いない。自分でやったね、それ。それがいいの？気持ちいい、これ。はい、高校本当に、ね、いつも渋滞してますね。朝からもう夜までずっと。信号がないんだっけ？あるんだよね、一応ね。あと信号があってもガードマンは、ね、手信号やってたりしてて、ね、あ、もう信号関係ないやん。ゴー関係ない。左はダメでしょ。なんでダメ？ないんだ。横で横で黄色は、ね、点滅信号があるけど、これ関係ないね。ここ本当に走りたくない。これここだけじゃなくてもフィリピンはあんまり走りたくないね。わけわからん。ここ上ね、立体にして立体を作ったんですけどね、もう何年も使われてないっていう、そのまんまずっとなんだよね。設計ミスらしいですね、エンジニアの。だから大渋滞するんですよね、この下が。本当はここに SM の入り口につなげたかったらしいんですけど、間違えた。間違えてるね。どうでも行為もできなくなっちゃったっていう。マリカ先行もまでといや、一緒。どこバーナゲスエビウマがあるのでは。これマクロある。マクロもある。ジェリビーもある。そうだね。変わることはないです。雨じゃない。掃除掃除綺麗ですね。これバギョはと違って20ペソ安いです。バギョは50ペソなんですけど、ここ30ペソです。ここは SM モリノなんですけど、 SM バコールっていうところの方がもっと大きいですね。帽子が取れそうだから。帽子が変になってる。今日俺ママのちょっと洋服ね、パンツとあとヒールをね買いたいと思います。今月だっけ、来月行くんだよね、マニラにアルバイトしに行くんだよね。そうです。稼いでもらわないといけないで、頑張ってもらおう。頑張ります。キレイキレイして。おばあちゃんだから。もうちょっとだよ。おばあちゃんです。おばあちゃんになっちゃう。おばあちゃんです。怖い怖い、その顔はちょっと無理です。高いよ。2000ペソね、だいたい2000、だいたいそれぐらいはしちゃうでしょうね。買ったことない、こんな高い。こっちは同じ。いつも1000ぐらいだ、1000だけだから。まあでも、ね、他にもあるからさ。エナメルは遠くから見てもね、あ、結構、うん、しょうがない、買ってあげます。僕が買うの。買うよ。本当に。うん。買うよ。2000だよ。はいはいはい、2000ぐらいするよね、やっぱ5000円ぐらいか。綺麗だからね。綺麗。いいよ。あと足がなんか大丈夫、重たくない。買うって言ったらいいけど、なんか変な汗が出てきた。そう。2000だから。2000ペソでビビってるっていう。そう、汗出た。汗が出た。そう、なんかやっぱお金で使わないように使わないようにしてるからさ、うん、自分の買い物もそんなに高いの買ってないじゃん。 T シャツもね、300ペソとか。でも私も買い物やってないでしょ、たまにしかないで、ね、1ヶ月に1回だからな、ね、ありがとう。顔がない。なんだそれ、入った？入った。あ、じゃあそれでよくない？これでいい？うん。あ、ペットでいいか？ペットみたいになってるよ。え、ドッグだ、ドッグ。あら、はい、これありがとう。あ、後でいろいろやってくれる？
頑張ります。よし、西武モールの中にある日本食屋に来ました。ここねめちゃくちゃ安いですよね。一回食べに来たことあるんですけど、めちゃくちゃ安くて普通に、ね、日本の、ね、味なんですよ。焼きそばをこの間食べたらソースがねそんな甘くなくて、日本のなお祭りで食べる屋台の焼きそばの味がしました。あとねポークカツ丼かな、この前食べたの、これも美味しかったですね。で今回はねたこ焼きに挑戦したいと思います。フィリピンのたこ焼きはだいたい外れが多いんで、ここのたこ焼きは美味しいかどうか試しにね食べてみたいと思います。これみんなでこれはシェアして、うどんはまあまあね。これ食べたい。あーケン食べる、たこ焼きだこれ。たこ焼きわかる、これこれやりたい、今日やりたい、やりたい、焼きそばから食べてみる。うん、日本のお祭りの焼きそばの味。タイムだ。これは牛丼。牛丼タイム。美味しそう。どうだろう、わかんない、どうかな、美味しいかな。美味しい。あそこないの、あそこない。美味しい、美味しい。ケンは美味しい、美味しい。たこ焼き、いいよ食べて、いいよ食べて。マヨネーズ食べてるじゃん。いや、じゃあ俺先に食べる。マサラ、たこ焼きね、どんな味なんですかね。マリトゥンシューブね、美味しいかな。ちゃんとタコ入ってんだよね、これね。うん、うん、ここのソース美味しいね。そう、ほんと美味しい、甘くない。これソース美味しい。フライする、あ、魚、あ、フライ全部。うん、なんか全然フィリピンのたこ焼きって感じじゃないね。うまい、うまい。うん、うん、辛くて。うん、で、あとはどうかな。ラハテもな。あ、これちゃうか。うまいね。うん、ああ、美味しい。ちょっとね、焼きそばが美味しい、これ。美味しい。うどんは薄いでしょ。美味しいけど硬い。あ、硬いんだ。あ、本当だ。固まってるね。くっついてるね。あ、食べてる食べてるけん。うん、たこ焼き美味しい。うん、美味しい、美味しいっけ。あ、グッド、イエーイ。はい、じゃあね、僕の部屋に置く扇風機はあるんですが、こっちは全部高いね。高いんだ。ちょっと扇風機が今ね3つ4つあるんですけど、リビングがねエアコンないので扇風機2つだと足りないんで、もう1個扇風機を買いたいと思います。ちっちゃいやつでいいんでね。向こうにもあるよ、リチャージャブルだって。うん、チャージもかな。これは充電チャージしとくの。そう、そして取ったら外で使えるってこと、ね、はいはい。で涼しい冷たい風が来ると。あいいか、あ、高い、普通に高いやん。3400、これ無理じゃない。2500。もうない。前買った時は2000円ぐらいで買えたんですけど、ちょっと別の場所行きますかね。ここのスーパーマーケットの中にあるんだ。あ、アナウンスうるさい。このスーパーマーケットの中に扇風機売ってるの？売ってる、アプライアンスさん。安いよここ。あ、 B
貧乏人はこういうところで買うしかないね、俺みたいな貧乏人には。まあ何でもいいんで、風が膨らればうるさくてもいいからさ。ああ、安いね。これ。ああ。これだけ引っ張ると迷っちゃいますね。何がいいのか。マナブシっていうのが日本のメーカーじゃないんですけどね。チンギスル、なんかなんか足らないもんあるみたいな。ああ。あ、ワン、これが。3。あ、いいね、いいね。静か、しかも静かだ。おー、お子様、あ、お子様。オッケー。オッケー、今やらかも。やっぱ。2人ともが、日本に行ったことあるなって。いいね、二人の夢が日本に行けたいから出て。そうなんだ。あー。おもちゃ買うからね。緑、緑の層。ゴミのトラックだよ。ゴミのトラック、仕事。二人仕事ね。二人仕事ね。眠そう。寝そうだな。はい、それではですね、ここに引っ越してきて、まあ、1ヶ月以上経つんですけど、家の紹介してなかったので、あと、ルームツアーの方していきたいと思います。まずね、外観はこんな感じです。この緑色の家がね、僕の家なんですけど、最初ね、ここね、あの、家探した時、エージェンシーにお願いしたんですけど、あのとね、エージェンシーにお願いしたんですよね。僕たちバギオの人だったんでね。で、バギオからこっちにわざと見てね、回るっていうのは時間もなかったので、写真だけで、ね、決めたんですよ。で、最初この家見た時に、向こうの家までが繋がってるって一つの家かと思ったら、実はね、あの緑の家からこっち左側が僕たちの家ってことで、来てから分かりました、それ。そんな感じで、じゃあこれから中入っていきましょう。まあ、ガレージはね、ちょっと裏から入ります。はい。はい。もうちょっとゲート閉まってるんですよ。はい。これがね、リビングですね。あと、ダイニング。はい、最初写真で見た時はね、すごい広く感じたんですけど、全然狭かったですね。ちょっと剣が騒いでますけど、すいません。ここはキッチンで、はい、で一つ目の部屋がですね、こちら、まあ、ちょっとあんま中入らないですけど、メイドさんの部屋になってます。ここ結構広いんですよね。そう、キッチンはここもね、カラーね、遠くで見ればね、結構綺麗に見えたりするんですけど、近くで見るとね、結構ボロボロなんですよ。下とかもね、ボロボロじゃないですか。ここはね、台がなかったんで、テーブルをね、代用して使ってます。で、ここの1階のシャワールーム、トイレですね。はい。まあ、トイレはね、なんかね、綺麗にして借りる、貸す前にね、ここ全部綺麗にしたみたいなんで、まあ、リビングとかは全部ね、塗装だけをきれいにしたみたいなんですよね。あ、タイムもきれいにしたかな。うん、ね、新しくしたみたいですね。はい、じゃあちょっと次2階行きます。階段見て、階段もね、動いてる。引っ越し当日にね、ここね、ペンキ塗ったんで、ボロボロなんですよ、汚いんですよ。で、やり直すって言ったけど、やり直してないですよね。で、右手側が、ここはケインとママの寝室になります。ここね、前の人が住んでたまんまポスターが貼ってあります。で、エアコンつけたんで、穴をちょっと開けることになったんですけど、で、ここね、外気を取り付けるときにね、ここ穴開けちゃいました、業者さん。これ後からね、オーナーさんに言ったら怒ってね、ここのね、壁代、修理代払ってくれって言われましたんで、ここもし出てくるときは払わなきゃいけないですね。で、ここの部屋も、僕がね、最初ベッド入ってたんですけど、とかして、ここは物が結構入ってるんで、いっぱいです。ちょっと汚いんですけどね。私物がいっぱいです。まあ、こういうスペースがあるとね、本当にいいよ。あと2階のサワーリー。ここはね、トイレ流れないんでね。すごい汚いから見せない。そう。ここを直したみたいですけど。水回りがやっぱりフィリピンって弱いですよね。ちゃんと流れなかったりするんで、
で、ここはマスターベッドルームです。僕の部屋ですね。はい、こんな感じです。ほとんど僕今ね、この部屋にいなくて寝る時だけここにいる感じです。最初はここでね、仕事をしようと思ってたんですけどね。はい、もう昼間暑くて、ちょっとここの上で仕事するのもね、ずっとエアコンつけっぱなしでやるしかなくなっちゃう。そうすると電気代めちゃくちゃ高くなる。だから今もリビングで、ね、リビングというかダイニングでね、薄で仕事してます。だからここはもうエアコンは夜だけですね、使うの。暑いから。でも窓、今窓開けた。暑い、閉めとくとね、うん、窓閉めっぱなししたときやばい、うん、でもフィリピンの家って全部セメントじゃないですか、壁が。だから熱がこもるんですよ。で、やっぱ夜だと涼しくなるかなと思ったら、そうでもなくて、熱をずっと持ったまま、触るとわかるんですけど、暑かったないですよ。だから、ね、エアコンをつけないと夜は寝れない感じです。で、2時間ぐらいしたらエアコン消して扇風機で寝るような感じですね。あ、見せないの、ベランダ。あ、そうだ、ベランダ行き、うん、じゃあベランダ行きますか。僕一人で行きます。スリッパがないんで。ここが2階のベランダから見える景色です。まあベランダは結構いいですよ、見晴らしは。前の家との距離が、車道が広いので、まあ、広いっても普通なんですがね、サブディビジョンだと。なんで圧迫感はないですね。開放感がすごいあります。まあ、下は汚いんですけどね、ボロボロで、まあ、ほとんどこのベランダに出ることもないです。なんでかっていうと、これ屋根がないので、もう汚いし、あと日差しが強すぎるんで、外ベランダにいるとね、暑くても夕方とかですかね、ベランダに出るとも。あ、下見せる、なんだっけ、ガレージ。そうだよ。じゃあガレージ行きますか、最後。はい、ここが洗濯物干しスペースです。でここに洗濯機があって、ここでね、洗濯の水をね、こっちに回して、ホースでつなげて、ここで洗ってます。ここはね、もう一日中でもないか。日が差すんで、結構長い時間。洗濯ホースにはいいですね。ここにバイクを置いてます。で、ここは駐車場のゲートです。けど、すごく坂が急でね、大変です。車を止めるとね、入らないんじゃないかなっていうぐらい、すごいギリギリなんで、車はもう外に止めてます。あとここ外がね、外の段差があるからね、バイクが出すの結構大変なんですよ。まあそんな感じで、はい、家の紹介は終わりたいと思います。はい、カビテの家です。これで2万ペソになりますね。2万ペソ、来年2万5千になるだって。1年後はですね、1年後で、だから来年引っ越しします。来年だからどうなるか分かんないですね、この家。はい、バイバイ、カフケイ、バイバイ、はい、バイバイ、ランキス、うわー。はい、やって、うん、ああ、綺麗なデザインだよね。じゃあ、何でも合わせられると思う。ありがとう。